J-WAVE WOW MUSIC をお聴きの皆さん、こんばんは。モンゴル800で歌とベースやってます清作です。今週も始まりました、クリエイター同士による音楽座談会 WOW MUSIC。 今日はなんと横山健さんをゲストにお迎えして、深夜に音楽対談をお届けしたいと思います。レジェンド中のレジェンドと言いますか、まあ私清作もモンパチもこの方々がいなければ存在してないんじゃないかっていう、まあそれぐらいあの根本的なルーツのお話まで、掘り下げることになるかと思われますので、ぜひお楽しみに。J-WAVE WOW MUSIC、 今日は横山健さんをお迎えしました。どうも横山健です。お久しぶりですね。すごい久しぶりだよね。コロナがあったから全然会えてなかったもんね。そうですね、フェスとかもなんか結構ねないですし、ね、うん、でも最近ちょっと DM してますもんね。そうねそうまあ会ってるつもりにはなってるけどなんか本当にこうやってね顔合わせるの久しぶりで、久しぶりだし、うん、お招きいただいてありがとうございます。いやいやいや、今日は改めて健さんと音楽にまつわる話をいろいろしていきたいと思いますが、うん、はい、ハイスタンダードについて伺っていきたいと思いますが、うん、質問したいこといっぱいあるんですけど、うん、そうですね、何でも聞いて。まあまあ質問で1個目がもうこのね、皆さんが用意してくれた、うん、ハイスタンダードは清作さんから見て当時どんな存在でしたかって。いやもう言ったらもうだって田舎の沖縄のね出身の高校生が、うん、まあ、初めてコピーバンドしてて、うん、ハイスタとブルーハーツをこの2つのバンドしか僕らコピーしてなくて、へー、グローイングアップのアルバムを高校生ながらに、うん、その、まあ、その時借りて、うん、友達から、うん、で歌詞読んで、うん、その当時のこの10代の俺らにめちゃくちゃ刺さってて、うん、この人たち何歳なんだろうって思った時にはもう多分めちゃくちゃ結成からも時間が経ってるのに、うんうんうん、なんでこの感覚をまだ持ってパッケージしてるんだろうっていうのが素直なあれでしたね、うん、詩の内容に結構僕はなんか背中押されましたね、うん、特に、うん、個人的にはね、パンクロックをやってるつもりだったのよ、うん、でパンクロックってやっぱりこうすごく言い方悪いけど、下手すればコスプレみたいなことに陥りがちじゃない、スタイルを追ってさ、で格好もそうで歌詞も反体制がどうだとか、なんかそういうことを歌わなきゃいけないんだっていう思い込みみたいのがやっぱ俺らが若い時もあって、こんなのパンクじゃねえよみたいなのがあったりしてね、でなんかそういうのを俺ぶち壊したくて恋愛の歌をね書いてみたら面白いんじゃないかなと思ってさ、まあ、それが受け入れられるとはとか、なんかそんなことも考えずに、うん、やってたかな。詩を書こうと思って書くんですか、それともメロがあったり、例えばタイトルがバーン来てとか。ね、ハイスタンダードの場合は完全歌詞は完全にね、実は俺かなんちゃん、ベースボーカルのなんちゃんの分業なのね、うんうんうん、でなんちゃんはどうやって書いてるかは分かんないけど、俺はもうメロが先にあって、バンドでメロ作ったカラオケみたいなものに歌詞をはめてくっていう感じかな、うん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 、曲も割と大体土台をケンさんが作ってきたやつはケンさんがもう書いてとか。そう、うん、基本はそうで、それがごっちゃになる時もあるけど、はいはい、あのなんちゃんが持ってきた元ネタを俺が最終的に歌詞書くとか、うん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 、そういったごっちゃになる時もあるけど、基本は曲の元ネタを持ってきた人が書く感じに自然となるかな、はいはい、1曲で2人が歌い合う、うん、とこもあるんですか、うんうん、あの辺のなんかなんだろう、振り分けとか、ああいうのはね、歌詞は片方が書くことになるんだけど、曲を作ってる段階でここ、こういうコーラス入んないとちょっと寂しいよねみたいな、やっぱ3人ってさ音数ものすごい少ないじゃない。そうですね、だからギターでなんとか工夫できないか、コーラスで工夫できないかっていうのをすごい考えたかな。モンパチもあの頑張って見習ってますけど3人をだからフル稼働させて、うん、
だからいろんなものを、うん、なんだ僕らは真似したつもりではあるんですけど、うんうんうん、そのね、そのミュージックビデオだったり、うん、そのこだわりだったりデザインとか、うん、その今回びっくりしたんですけど、うん、ケンさんのあのなんだっけ、最近インスタで上げてたのギターの絵、うんうんうん、あれケンさんイラストですか？そうよ、全部自分で描いたの。あのあれでしょ、フェンダーのティキのやつでしょ。そう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 、そうめっちゃ上手くないですか？頑張った。もともと好きなんですか？もともと絵を描くのは好きなんだけど、そんな人に見せられるような絵ではないのね。やっぱあのもちろんプロじゃないからさ、ただ自分のものには使えるんじゃないかなと思って。パッケージのデザインとか結構、うんうん、それも自前でやってました。そう、結構描いたりするね。そっかそっか、うん、グッズもするね。グッズもね、自分で描い、最近は特に描いてるかな。セルフブランディングじゃないですけど、うんうん、自分で賄えるじゃないですか、うん、デザインもチェックするし、うんうん、そういうとこ結構僕らも、うん、なんか意識してましたね。あ、本当、うん、でもね、本当の根底にあるのは、うん、経費節減なのよね。いやでも結果的にそうで、俺ね、だって自分のいろいろ絵描いてるけど、考えてみたらさ、あの全部自分のものだから、ギャラって発生したことないのね、絵描いて。はいはいはい、よそのデザイナーさんに T シャツとか頼むと、やっぱもちろんあのデザイン料を払わなきゃいけないじゃない。だからそれ節約っていうのが一番でかいから。いやでもそう言ったって、自分とこで自分たちのものを賄えるってないですからね。まあね。でそれでクオリティ、うん、なんていうのかな、お客さんも喜ぶし。まあね、クオリティ低いもので喜んでくれるから。いやいやいや、うちのお客さん。あのレベルはちょっと。ちょっとちょっとですよ、本当に。だから そういう意味で DIY というかインディペンデントっていうか、昔からね、俺たちはチラシを配るって文化があったの。人のライブ行ってさ、ライブが終わってお客さん出るお客さんを狙って階段のとことかでさ、ハイスタンダードです、ハイスタンダードですって言ってチラシを配るの、うん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 、自分たちのライブ予定の。そういう文化があってさ、でそういうのとかやっぱ手書きして、自分たちでコンビニでコピーしてお金出し合ってメンバーでやるっていうのが当たり前だったのね、うん、だもう DIY 的なものってすごく染みついてることで、俺らにとってはある意味当たり前なんだよな今でも、うんうん、であの人前に出すからにはこれぐらいのクオリティをとかっていうのって一応ちなみにないことはないけど、あんまし考えないで作るワクワクの方がでかい、うんね、うん、でもだからその環境もしっかりですけど、なんだろう、都内 の、うん、そのライブハウスの関係性だったり、うん、でそこで巻いて、ね、ストリートのお客さんたちが嗅ぎつけてくるっていう、うん、あの文化ってだからあの当時のものかもしれないですけど、また今そういうのを好きな若い子たちもいますもんね。そうだね、うん、なんか逆になんか、うん、アナログじゃないですけど、ね、でも結局変わらないっていうかな、根本的には、うん、そう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 、インザブライトリームーンライト、うわ、これを生で聞いた瞬間に、いや今でも浮かびますね。あ、そう、ダンスクラブ松下って、うんうんうん、そう、あの曲で俺も買われたんだよね。へー、あ、この世界観いいかも。そう、なんかその俺も音楽畑の育ちというかでじゃないので、うん、でもかろうじて親が好きだった音楽がオールディーズだったりして、そういう感じが好きで、うん、このインザブライトリームーンライトもそうなのかなと思ったり、うん、やっぱコーラスだったりアーウーのそう、ね、やったり、でそれがまたハイスタ色になるというかアレンジで、うん、でもケンさんがその言ってたこれで買われたんだよねみたいなやつのどういうことなのかがちょっと聞きたいなと、うん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 、インザブライトリームーンライトで、うん、やっぱ俺もすごくオールディーズが好きで、うん、古き良きオールディーズのテイストを日本人のそのブロークイングリッシュで放り込めたっていうのがね、自分たちの楽曲にこうパッケージできたっていうのが、うん、すごく俺自身はこの歌詞書き上がった時興奮して、うんうんうん、夜にね、なんちゃん家にね、原付に乗って店に行ったの。そしたら意外とね、へーみたいな感じで言われたのを覚えてる。あのなんかちょっとストーリー調じゃない。はいはいはい。そう、うんうんうん。ストーリー調だからさ、自分では小説一本書いたぐらいの気持ちで書けたぜっつって言ったら案外冷たかったっつって。今ね、あの
あの歌詞の世界観っていうか、あの感じの歌詞ね、書けなくなっちゃった、やっぱり。あれはあの時の、多分俺書いたの25ぐらいだったと思うんだけど、あの時の感性だったんだな。アルバム の、うん、その作品の周期で、うん、次出そうじゃあ作ろうなのか、うん、作っててたまって、うん、そろそろ出せるみたいな感じなのか、まあ、アイスタもしかりソロでもしかりですけど、両方かな。なんか やっぱり一個アルバム出して自分の手元を離れて、うん、あの聞いてくれる人のものになっていくと、やっぱ次を作りたく、自然と作りたくなるのね、うんうん、で曲作りなんかしちょぼちょぼ始めるんだけど、そうしてるうちに、あ、そろそろ出さないとねみたいな感じに周りもメンバーとかもなってって、うんうんうん、そうだから両方あるかな、うんうん、よくも悪くも音楽なんか作りながら、うん、フラストレーションとか、うんうん、怒りの方が書きやすいといった変ですけど、うんうん、そういうとこがあって、うん、清作自身に俺も書きやすいというか、その殴り書きやすいというか、うんうん、そうそうそう、不具合があったり不条理があったりって、うんうん、まあ沖縄もそうなんですけど、うんうん、そういうのが題材になりやすいとこはありますね、僕は、うんうん、あ、でも俺も基本はそうよ。特に年取れば取るほど不条理見えてくるじゃない。若い時って案外さ、あの世の中なんてよみたいなこと言いつつ、何も分かってないことが多くてさ、年取っていくとリアルなそういう不条理みたいなものが見えてくるから、それがモチベーションにはなるよね。そうそうそう、その中でも考えて経験した上で吐き出せるポジティブなこともあるじゃないですか、うん、確かに。その、うん、その辺ちょっと行き来しちゃうんですけど、僕はね、書きながらっていうか、そう、怒りバーンとぶつけるのもいいんだけどさ、ライブの場で共有しづらいんだよね。そうなんですよね。そうそうそう、結局なんかでも同じように、まあ一つになるかもしれないですけど、うんうん、明らかになんかこの食べた後の胃の残り方が違うっていう、うん、特にモンパチはやっぱこうマイペースさをみんな求めてるんじゃないかな。なんて言えばいいんだろう、マイペースって言うとちょっと違うな。確かに、ね、いやでもね、うん、でもね、うん、俺らもファーストアルバムとか、うん、何回言えば気が済むんだってぐらいハッピーって言葉めっちゃ使ってるんですよ、無意識に、うんうん、で多分その時の曲ってもう10代、うん、まあ、高校3年生の時に作ってる曲が多かったりするんで、うんうん、もちろん単語も知らないのもあるんですけど、うんうん、なんかだからそれがなんか如実に出てるっていうか、うん、残ってしまってるっていう、うん、いやでもいろんなことがあってアイスタが立ち上がるじゃないですけど、2011年に地震とかがありつつ、うんうん、もうハイスターは2000年で活動停止しちゃったんだよね、うん、もうこのままなくてもいいかなって俺は正直思ってたんだけど、うん、2011年の東日本大震災でやっぱ誰もが自分に何ができるかって探したと思うのね、うん、でその中で、まあ、別に俺のアイデアじゃないけど、みんなハイスターのメンバーみんなそういう機運になってったんだけど、うんうんうん、ハイスタンダードでエアジャムをやったら、まあ、かつてハイスタンダードに熱狂してくれた人たちなんか特に喜んでくれんじゃないかと、うん、あね、東北傷ついたけど日本全体が傷ついたじゃないやっぱり、うん、だそれをなんとかしたかったかな、元気にしたかった。普通にライブやっても叩かれるじゃないですけど、そうだね、なんかね、ラジオからもテレビからも全くなんか音楽が消えた時になんかすごいなんかちょっと塞ぎ込んじゃって、うん、なんかね、あ、こんなに音って大事だったんだみたいな、自分の中でも結構体感して、うん、そうそうそう、そこからやっぱ復帰っていうか、うん、自分たちのペースに戻るまで結構苦労したミュージシャンいっぱいいると思うんですよね。そうだね、うんうん、そんな中でも一筋の光じゃないですけど、しかも東北でっていうのが、うん、もういろんなもパワーワードがボンボン出てきて、でもなんかその情報もいい意味で少ないじゃないですか、うん、やるってことと、うん、なんかいろんなことだけで、でモンパチも出れるってなって、うん、いやーなんかいろんなことが俺らにとってもちょっと変わったような気がしますね、うん、このタイミングっていうか、か、うん、まあもちろんその時もあの客席でライブ見たし、うん、あの時の感覚と、だからメイキングザロードでインザブライトリームライブ見に行った時の感覚は同じでしたね、俺の中では。13年経っても、おーっつって、
ケンさんの中でも東北に向けてじゃないですけど、そのステージに立った時に印象的な曲とかありました、うん、いやもう東北とか震災に対してはやっぱりもういろいろ大変なことあるけど超えてこうぜっていう意味でステイゴールドかなのかな、やっぱり。続いては、うん、ケンさんの、ソロの部ケン横山についての活動にちょっと特化して聞けたらなと思います、うん、通称ケンバンド、うん、ケン横山名義で、うん、そのケンバンドを始めるきっかけ、うん、とかってなんかもうあるんですか、うん、2000年でハイスタンダードが止まって、うん、俺はそのハイスタンダードのギタリストとしてソロアルバムバンドのギタリストが出したりするじゃない、うん、ちょっとこうマニアックなものそういうものを作りたいなって発想だけはあったの、はい、当時ね俺の中ですごいその90年代の後半来てたのがあのトミー・ギレロっていう人で、はいはい、トミー・ギレロがこう結構淡白なバックの音楽にギターで一人でこう多重録音みたいな感じでしててさ、それが妙にチルアウト感があってかっこよかったのね、うんうんうん、そういうのやろうかなと思って、なんかインストのね、はいはい、静かな音楽というか、うん、そういうものやろうかと思ったんだけど、それこそね2002年にピザオブデスというレコード会社レーベルをやってるんだけど、そっからねハワイアンシックスっていうバンドをリリースして、うん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 、俺がプロデュースしたのファーストアルバム、したらさ彼らはすごくメロディックなバンドでしょう、うん、え俺ってこういうの結局一番得意だよなってすごい力発揮しちゃってハワイアンのね音源をさ、うん、一緒に撮ってここのフレーズこうしたらとかさ、はいはいはい、ここのパートもっとこうしようよとかって、やっぱなんか第4のメンバーのように口出ししてさ、やっぱこれが一番得意なんだなって思っちゃって、うんうんうん、でもハイスタンダードは休止してて、でちょっとも気持ちも離れかけてて、うん、だったらトミー・ゲレロみたいなソロじゃなくて一人ハイスタンダードみたいな作品作ればいいじゃんみたいなね、そのまんま得意なものをやればいいんだよって思ってさ、それで友達のミュージシャンに力借りて曲作り始めて、ライブとかやるとか考えずにとりあえず音源を作ろうと思ったのね、それがファーストアルバム。そのファーストアルバム作ったら当然ツアーしたくなるのよ、で組んだのがケンバンドなのね。だからファーストアルバムは本当に音源が先にあって、バンドが後でできたの。その音源の一曲一曲のプレイヤーはまた違ったり、うん、いや全曲同じプレイヤーで撮ったんだけど、このメンツで今度はもうバンドとしてセカンドアルバムを作りたいってこうなってって、でケンバンドも定着して、だから俺自身はねもうケン横山っていうのはソロプロジェクトから始まったものなんだけど、今はね金横山っていうバンドだと思ってる、うん、でもなんか今話聞くと、うん、トミーゲレロみたいな作品も聞きたいなって、俺は逆にちょっと思いますけど、ね、そう俺もねそれやってもいいなと思うんだけど、うん、したらねミュージシャンネームどうしようと思うわけ、うん、金横山使っちゃったし、うん、パーソナルな作品にきっとなるだろうから、うん、本来だったら金横山でいいはずなんだよね、はいはいはい、もうでもどうしようかなと思ってそっちをバンドにしちゃったっすもんねそうなのよ。でもなんかちょっとやってほしいですね。あ、分かった、そっちの方をバンドらしい名前つけて、そう皆さんをねこうかき回せばいいんだね。そう、なんとか図みたいな一人で名乗ってさ、それも、うん、なんか後々広がりそうじゃないですか。そうだね、なんとかずってつけてたら、あ結構確かに全然ベース弾くんだよ俺も。うん、本当ティキバティキバーとかプールサイドでそうねやるようなやつとか、うん、いやでもなんかそっちのケンさんとそのおいいねみたいな話で食いついてるのがハワイアンカルチャーだったり。そうなんだよね。今日もあのティキの T シャツをね、うん、着てますけど、そう海外とか、うん、めっちゃ好きですか、ハワイ行くとか。そうだね、やっぱハワイとかグアムもサイパンも好きだね。あ、そうなんですね、うん、マリンアクティビティとかもしながらとか、まあのんびりしたりとか。そう、もう体動かないからマジマリンアクティビティしないんだけどヤシの木が好きなの、うんうん、猛烈に、うんうん、ヤシの木だけに限らず南のあったかい地方に咲く植物が好きで、なんかデザインにも使ってますもんね。そう、ヤシの木20代の時からもそういうのが好き で周りでどうやってそういったあのものを探していいか分かんないからさ、モンステラ柄のものとかさ、うんうんうん、買ってくるとさ、なんかヤンキーのお姉ちゃんみたいになるわけなんかそう、でそういうとこからでも始めて、電気をさキュッとこう引っ張る紐あるじゃない、はいはいはい、そこにさレイをつけてみたりとかさ、
ハワイのね。でもさ、それもさ、その辺の雑貨屋で買ってくるからさ、ヤンキーのお姉ちゃんみたいになるわけ。なんかさ、こうもう部屋とかがさ、ツートーンのモンステラのファブリックだらけですよ。ジャケのデザインとかにもちょこちょこ出てくるじゃないですか。そうなんだよね。そう、ケンバンドで、ケンさんがそのハワイアンカルチャーを意識してふんだんに取り入れたみたいなのもあります？それがね、案外ないんだよね。モンパチはある？俺らもそんなに沖縄とかトロピカル感はそんなに意識して前には出てないですね。でもまあ、ようやくなんか沖縄とか言葉をタイトルにつけたりとかもありますけど、そう。ケンバンド名義でも、沖縄で対バンさせてもらったりっていうモンパチの付き合いもあるんですけど、ケンさんの姿勢とか、まあまあライブのスタイルもそうですけど、なんかバンドってこうだよなっていうのをなんか、ね、節目節目で結構勝手にですけど、そう立ち会わせてもらってる気がして、まあまあ近年って言いますか、その、まあこのコロナ禍もそうですけど、思うよりねライブが現場でできないとかある中で、ケンさん的にそのライブ、に対しての考えとか指針っていうのがあったのか、なんか生まれたのか、なんかもしあれば。2020年は俺らもライブ一本もできなかったのね。で21年に入ってからライブ再開したんだけど、当然声出し NG、 座席を並べてもうそこから動かないでくださいとお客さんにね。俺たちステージからすごくお客さんと会話してライブを進めていくバンドなんだけど、それも禁止で、そうなるとさ、モッシュダイブクラウドサーフっていうさ、その俺たちが作ってきた文化そのものができなくなっちゃう。要するにお客さんともう演者、誰が演者なのか分かんないようなぐちゃぐちゃなライブをずっとしてきたんだけど、カオスを作りたくてライブをやってたようなもんなのね。なんだけどさ、その何もかもが禁止されて、本当に聞く側とやる側がさ、パッチリ分かれなきゃいけない、すごくルールがたくさんある中でライブをやって、俺本当は嫌だったんだけどさ、これはこれでいいなと思っちゃったの。俺らがやってることって紛れもなく音楽で、でそれが歪められることなく伝わってんだなっていう、こういう伝わるんだなっていうのをね、すごく感じたのね。俺たちすごい激しい曲やってるけど、でそれって一緒にお客さんも激しくなってくれなきゃ形になんないじゃんと思ってたの。そんなこと全然なかったんだよね。それはすごいね、思ってもない収穫だったのね。ぐちゃぐちゃなライブじゃなくても、全席指定のライブでもすごくやってる実感を得れたから、今後もこれやりたいなと思って、コロナが終わっても、ぐちゃぐちゃのライブ恋しいから当然やりたい。それと同時に全席指定のライブも、例えばそういったぐちゃぐちゃのライブだったら怖くて来れない人とかさ、あと体の小さな女性とかさ、そんな前の方は耐えらんないっていう人とかが普通に前で見てもらえるから、そういう場のためにもいいし、俺らも2つのライブ楽しめる。ぐちゃぐちゃなライブだったらぐちゃぐちゃな、かつてやってたような勢いを見せられるし、ホールとかだったら一つも演出加えないんだけど、それなりのやり方があるっていうのは分かったのね。それをやれるし、やっぱお客さんもお客さんでなんか楽しみ方違いますもん ね。だからやっぱゆっくり自分のスペースがあるっていうだけで安心して来れる人たちもいるし、そう、でも思わぬ収穫っていうか、でもだからそう考えると結構だからライブの場所にこだわりっていうか広がりも出るじゃないですか。そうなんだよね、場所とか、そう、なんとかホールとかなんとか会館とかはさ、できるようになる。来年もこんな感じで、そう、場所問わずじゃないですけど、そうやっていけたらなと思って。だってさ、モンパチとさ、あれしようよ、なんとかホールみたいな座席指定のとこでさ一緒にやろうよ。あ、いいっすね、セッションとかね。ね、モンゴル800、歌とベースやってます、清作がナビゲートしてきました。ワウミュージック、いかがでしたでしょうか。いろいろね、話足りないことたくさんありましたが、もちろん音楽の話も、めちゃくちゃ貴重なお話いただけたので、皆様もお楽しみいただけると思います。改めてありがとうございました。次回のゲストはエイウィッチさんです。実は沖縄で何度か接点があるのですが、改めてお話しするのは今回が初めて。めちゃくちゃ
週もこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手はモンゴル800清作でした。